確かに。そう考えると一番可能性があるのはやっぱりマーセルおじさんかな。容疑者を絞りすぎたって可能性はないか。マルシラックのやつがあいつらに目をつけた時、人が溶けるっていう事実をまだ知らなかっただろ。ううん、マルシラックはかなり慎重なやつなの。理由もなく容疑者を排除したりしないと思う。彼が判断した根拠もちゃんと筋が通ってるしね。スピナリロースらの動きを把握し、警備ロボを利用できるほどの財力を持っていて、かつ思慮深く先を見通せる人物。心の中でどんだけ否定してもこの推理は疑いようがない。推理とか推測ばっかしてても話は進まないと思うぞ。それにオイラたちにはまだあれが残ってるだろ。そうね。準備もなしにあそこを探るのはリスクがかなり高いってマルシラックが言ってたけど、今はもうそこを調べるしか方法がないかも。私たちが持ってる情報では犯人を告発するのに不十分だからね。ナビア城、ここにいたのか。ずっと探してたんだぞ。あれ、警察隊のやつじゃんか。どうしたんだよ。それがお前らが去ってすぐエリニュス島から知らせが届いてな。何でも審判がまた行われるらしいぞ。そんな騒ぐようなこと。あそこは審判のために作られた場所でしょ。いや、肝心なのは審判を受ける人の方でな。タルタリアっていうファディの執行官って話だ。どうしたの、まさか知り合い。知り合いどころか、むしろ腐れ縁ってとこだな。今度はそいつが連続少女失踪事件の犯人として告発されたみたいだ。お前らはどう思う。どう考えてもおかしな話だろう。なんでそんなことに。その人って私たちの調査とは全く関係なかったでしょ。だよな。俺もおかしいと思ったから急いでお前らに知らせに来たってわけさ。もし彼に対する告発が有罪になったら、過去の事件を調べようにももう警察隊が応じてくれなくなるかもしれない。うん、犯人が見つかったことになるからね。そうなりゃカーレスさんの冤罪を晴らすのが今よりもずっと難しくなるはずだ。わかった。相棒、あんたはどうしたらいいと思う。私たちにはまだ確たる証拠はないけど。そうだな。手分けって。さすがは私の相棒、自信たっぷりじゃん。連続少女失踪事件に関係する審判だし、黒幕側もきっと歌劇場に集中してるはず。この状況なら他に気を配る余裕もなくなってるだろうね。まさに絶好のチャンス。よし、決まり。私は歌劇場に行って時間を稼ぐよ。そのためにはまずはこっちも黒幕を告発しようと思う。でも今の手がかりだけじゃ勝つなんて夢のまた夢だから、待ってるよ。あんたが決定的な証拠を持って私のところまで来てくれるのをね。うん、お前が審判でオイラたちを助けてくれた時と一緒だ。お嬢様、私たちも同行させていただけないでしょうか。こちらの準備は整っています。マルシラック、シルバー、あんたたちどうしてここに。お嬢様がポアソン町から離れるのを見て助けが必要だと思ったのです。私たち二人がお嬢様のそばにいれば多少なりとも安心感を得られるでしょう。あんがとね。じゃあ早速行こっか。パイモン、旅人、歌劇場で待ってるから。うん、約束だ。
も言ったし、オイラたちも早速行動しようぜ。目的地はマップに載ってるから、とりあえずそこに向かってみよう。ミネガマ、何か変なことを言ってるみたい。はあ、本当にほっとけない。しばらくゆっくりできそう。マルシラックの情報によると、ロシを作ってる場所は水中にあるみたいだ。行こう、入って探そうぜ。場所に入れるのか？全然目立たない場所にあるんだな。それもそうだな、かなり重要な場所だし、何かしらの防衛手段や仕掛けで守られてると思うぞ。今頃きっと
ナビアは激しい討論を繰り広げてるだろうな。オイラたちの時間を稼ぐために。どうやら質問をもう一度繰り返す必要があるようだ、タルタリア殿。連続少女失踪事件の容疑について、その告発を承認するか否かお答えいただけるかね。正直、君たちのその複雑な審判の手続きも、どうして俺に訳のわからない罪を着せようとしてるのかも、こっちはよく分かってないんだけど。でもまあ、告発された人は決闘で身の潔白を証明できるんだろ。つまり俺がこの罪さえ受け入れれば、決闘代理人のクロリンデと全力で戦えるってことだ。そうだよね。実にありがたい申し出だ。以前個人的に彼女と戦いはしたけど、向こうは明らかに全力を出してなかった。だから全然楽しめなかったんだ。ふん、立場をわきまえたらどうだ。君は容疑者、ここは君が喧嘩するためにあるんじゃないんだからな。へえ、どうやら水神様は俺に歌劇場のルールを教えようとしてくれてるみたいだ。じゃあ試してみるかい。血は気肉躍る戦闘の中で勉強する方が俺は得意でね。そういうつもりじゃ。どうやら我々の意思疎通にはやや困難があるようだ。これでは話もなかなか進まん。ならば今一度説明させてもらおう。この審判の目的は、連続少女失踪事件の犯人を見つけ出すことであり。その件は彼と関係ないよ。犯人は別にいる。え？どういうこと？どうしてまた彼女が？ほら言っただろう、犯人がファドゥイの執行官のはずないって。ナビアさん、これで2度目だ。前回は重要な証人を連れてきたがゆえに、その行為を見逃したが、決してそれは秩序にのっとったやり方ではない。今ならば君を審判侮辱罪で裁くことも可能だと知れ。まさかこの法廷の茶番に少しでも私が敬意を払ってると思ってる？ま、それも重要なことじゃない。あんたと言い争う必要なんてないからね。私が言いたいのは、連続少女失踪事件の真犯人を今から告発するってこと。私の告発が成立したら、そっちのタルタリアさんはもちろん無罪になるんでしょ？へえ、俺の罪を晴らすために自ら飛び込んでくる人がいるとはね。実に面白い。まあ俺も正直に言うと、こんな面倒な規則にうんざりしてたところなんだ。ではお言葉に甘えさせてもらおう。さて、しばらくは俺の出番がなくなったってことで大丈夫かな、大審判官閣下。しばし観客席に座っているといい。だがタルタリア殿、容疑者から外れたわけではないことを夢忘れぬよう。ではナビアさん、告発したいものを述べよ。それは、会長、マーセルよ。何紹介って言った？聞いたことないけど。一応知っちゃいるが、そこってスピナディロースらの姉妹組織じゃなかったか？まあ、身内の反目ってやつね。念のため説明させていただこう、ナビアさん。告発とは非常に厳粛な行為であり、
相応の責任を背負う必要のあることだ。仮に告発により有罪判決が出なかった場合、君は場合によって武国の罪が課せられることになる。それを知ってもなお告発を。もちろん。ではここに告発が成立したことを宣言する。ナビアさん、そちらの代理人たちと共に然るべき場所に着きたまえ。そして警察隊、マーセル殿に出廷するよう通達せよ。被告人マーセルよ、代理人は必要ないということでよろしいか。ああ、申し訳ない。突然すぎて何が起こったのかまだ把握できていなくてな。多分必要ないだろう。ナビアもきっと何か勘違いしているに違いない。よかろう。これで審判にあたる双方の人員が全て揃った。さて、原告側から主張を述べたまえ。この件は3年前の不義のカーレスの事件まで遡る必要がある。あの事件の真相を解明してからようやく連続少女失踪事件の全体像が見えてくるの。まさか私がカーレスさんの件の犯人だと思っているのか。私には全く動機がない。カーレスさんは私の恩人だ。しかも当時私は君と一緒に銃声を聞いて外に駆けつけたじゃないか。私を容疑者とするのならあの日あそこにいた全員に疑いがあるはずだが。その話、そう急いで議論する必要はないんじゃないか。観客たちだってあの事件に詳しいわけじゃないだろう。この僕でさえよく覚えてないし。ええ、おっしゃる通りです、大審判官。この場にいる全員にあの事件の経緯を思い出してもらってから説明したいんだけど、それでもいい？よかろう。では当時の出立艇による調査結果を私が一から説明させていただこう。事件当日、スピナディロースらは賓客と共にカブリエール商会が所有する郊外の荘園でパーティーに興じていた。このパーティーの最中、屋外より2発の銃声が響き、それを全ての賓客が耳にしている。その場にいる者たちが駆けつけると、容疑者であるカーレスは銃を手にしていた。一方、彼と面会をしていたはずのジャックは凶弾に倒れ、死亡が確認されている。警察隊のメンバーによる現場検証によれば、カーレスが手にしていたもの以外に銃は見つかっていない。故に容疑者の放った弾丸は1発目が外れ、2発目でジャックを殺害したという結論に至った。なお、これら内容はいずれも容疑者に否認されておらず、本人による反論もなかった。その代わり、決闘で己の名誉を守ることを容疑者は選んでいる。そしてかの決闘で容疑者は決闘代理人クロリンデに敗北し、命を落とすこととなった。以上が当時の事件のあらましだ。殺人をしないといけない状況にあったのはパパじゃなくてジャックだったはず。でもジャックにはそれをする理由がなかった。2回の銃声が響いた真相は、1発目がジャックの撃たれた時の音で、2発目が銃を奪ったパパが第三者を殺そうとした時のもの。でも黒幕は第三者が水に溶けるよう手を回していた。だからその痕跡が見つからなかったんだよね。大審判官、説明ありがとう。過去の状況から見るに、今の推論は最も可能性が高いものだと言えるでしょうね。でも原始大海の水が人を溶かすと知った今なら、状況は大きく変わってくる。
その人物はまず銃でジャックを殺害し、次にカーレスを殺そうとした。でも逆にカーレスに銃を奪われたの。事件現場には服がいくつか残されていたの。それはジャックが変装して人目を避けるためのものだと警察隊員は以前そう認識していた。けど今にしてみると、あれこそ現場に第三者が存在していた証。犯行時に人が溶けたことを意味する証拠だと思うの。そしてさらに、あの日は雨が降っていた。つまり溶けた人の痕跡を隠蔽するのも容易だったというわけ。容疑者はさぞほくそ笑んでたでしょうね。やっぱちょっと、ジャックの家族の証言によると、当日の彼は確かにパパを、カーレスを殺そうと考えてた。ただ彼は結局そうしなかった。逆にカーレスに全てを打ち明けて助けてもらおうとしたの。当然黒幕側もこうなることをとっくに予想。そして黒幕はその3人目を水で溶かし、ついでに濡れ衣をカーレスにかぶせたってわけ。これこそがあの事件の真相よ。そういうことだったんだ。つまり原始大海の水っていう危険なものがもう何年も前から使われてたってこと？実に理にかなっているな。これでカーレスさんとジャックさんの動機にも説明がつく。そもそも互いに手を出していなかったと。被告人、今は原告側の主張に対する反論のみを発言していただきたい。いや、私はただナビアの言うことはもっともだなと感心してな。しかしさっきの彼女の話には私を直接指す内容はなかった。では僕から質問していいかな。僕が思うに問題点は主に2つ。1つ、君のその推理だけど、それを証明する証拠はあるのかい？申し訳ありません、証拠はまだないんです。証拠もなしにペラペラと喋ってたの？今はまだないけど、証拠を見つける方法はあります。あの日現場に残されていた服をちゃんと調べて身元を洗えばきっと。それに当日行方不明になったものの記録を調べれば何かしらの収穫を望めるはずです。あの時すでに少女失踪事件は起きていました。警察隊も失踪者が少女かどうかに関わらず手を抜くことなく調査に当たっていたと思います。なるほど、僕もそれには同意する。ヌビレット、この線で調査したら何かわかるかもしれない。なんだか今日のフリーナ様、いつもと様子が違わない？また恥をかいてしまわないかと内心怯えていらっしゃるのでしょう。もしくは先日危うく他人に濡れ衣を着せてしまいそうになったので、より慎重かつ真面目になっているのかもしれません。
僕からもう一つ質問だ。その後の決闘についてはどう説明する？もし真相が本当に君の推理通りのものだとすれば、カーレスが反論しなかったのには疑問が残る。人が解けたと証言すれば、少なくとも審判の際に抗う余地はできたんじゃないかな。その点については私も考えたことがあります。でも答えは簡単。そうしたくなかったからです。連続少女失踪事件の犯人にとって、確かに原始大海の水が持つ力はとても重要な秘密でした。パパは、カーレスは、それを暴露することも隠すことも選択できたのは事実です。けどあの時、スピナディロースらは情勢が不安定で、カーレスの人望も地に落ちてる状況でした。そんなタイミングでこれほど重要な手がかりを公にしても、犯人を引っ張り出せるとは限りません。私を守ることは絶対に無理だってパパは分かってたんです。当時お嬢様が少女失踪事件のターゲットとして選ばれてしまったと、そうボスからお聞きしております。なんだって？原始大海の水の秘密を公にすれば、数年前から犯人とスピナディロースらの間で激しい争いが勃発していたはずです。そうなってしまえば、私だけでなく組織のみんなも危険にさらされてしまいます。けど仮にそんな状況になったとしても、警察隊は事件の真相を明らかにできたでしょうね。そしてきっとスピナディロースらは無実だと公正な判決を下してくれてたと思う。でもその公正に何の意味があるんです？誰を守れるというの？その公正さに、この歌劇場に少しでも正義を期待できるのなら、パパはそもそもスピナディロースらを立ち上げるなんてことはしなかったはず。けどその秘密を隠すことを選べば、互いに弱みを握ったまま睨み合いの状態を維持できます。私がスピナディロースらのトップになれば、連中はますます私を消すことが難しくなる。より時間を稼げるようになります。そして全ての真相を明らかにし、準備を整えるんです。この歌劇場ではなく、この私が真実と名誉をパパに返すの。つまりカーレスはわざと死を選んだと君は主張するんだね？そうです。証拠は？もちろんあります。他でもない、パパの決闘相手だったクロリンデです。あんたの謝罪も、あんたの自責も、あんたの世話も私には必要ない。私に負い目を感じる必要もない。でもパパに頼まれたんでしょ？だったらあんたはその期待を裏切るべきじゃない。ふむ。では決闘の時、カーレスが死を望んでいるように感じたかい？はい、感じました。決闘代理人として私は数えきれないほどの戦いを経験してきました。不名誉な者の命もこの手で数えきれないほど処してきています。様々な人の生命への渇望もこの目にしてきました。燃えたぎるもの、揺るぎないもの、狂気じみたもの、歪んでいるもの、それゆえ私には一目でわかるのです。生を求める人と死を求める人の違いが、決闘代理人としての立場と名誉にかけて誓います。カーレスさんは生きようとする意志を持っていなかったと。ならば僕から他に質問はない。どうやら過去のあの事件は本当に再調査する価値があるようだ。私も同感だ。だがナビアさん、この事件と君が告発する者の関係性を我々はまだ聞いていない。確かにそうだな。さっきの推理は見事だったけど、あれ、少女失踪事件の話じゃなかったっけ？もちろんあるよ。この2つの事件の関係性はタイミングにあるの。当時この事件で黒幕はジャックとカーレスの両方に死んでもらう必要があった。
だから銃声を2回聞いてから手を出してる。